皆さんこんにちは。今回の動画では、この動画を制作した2023年から5年後の2028年の JR 北海道で走っている列車を予想していきます。また、列車が走る路線も予想していきます。この動画では、ゆうてつの個人の予想での動画です。公式や SNS を見て予想しています。それでは、本日もよろしくお願いします。まず最初は、キハ261系です。2023年時点では、宗谷、サロベツで使用しているレイバン台、北斗、大空、十勝で使用している1000番台、多目的用の5000番台があります。さて、2028年にはどうなっているのか、ゆうてつの予想では、現在の宗谷、サロベツ、北斗、十勝、大空の運用の他に、オホーツク、大雪での運用を予想しています。そこで気になるのは、車両ですが、過去に5000番台での運用があるので、新たに石北専用のキハ261系が導入すると予想。編成はグリーン車付きの4両を基本として、塗装も新番台であれば、新塗装になると考えられます。ちなみに新車の導入によって、キハ283系の引退があるでしょう。もしかしたら2028年には、すでに現実になっているかもしれませんね。次は、789系です。789系には0番台、1000番台があり、どちらも札幌から旭川までの電車特急です。さて、2028年にはどうなっているのか、ゆうてつの予想では、789系0番台は、785系の置き換えで鈴蘭へ、0番台の秋は、789系1000番台の新造によって、種別も特急カムイに統一になると予想しています。そして過去に789系では、車との接触事故があり、789系0番台での使用可能の車両が減り、789系1000番台も1編成廃車になっていること、785系の置き換えのことを考え、このような予想をしました。次は733系です。733系は、3両編成の100番台と200番台、1000番台、6両編成の3000番台があり、1000番台は、函館と新函館北斗間の、函館ライナーで運転しています。そして3000番台は、4号車に指定席 U シートの固定編成として、メインは、快速エアポートや特別快速エアポートでの運用をし、時間帯によっては普通列車にもなります。さて、2028年にはどうなっているのか、ゆうてつの予想では、小樽、札幌と新千歳空港の快速列車は、すべて733系6両固定編成になり、721系の置き換えと引退をしているでしょう。新造する733系では、大きな変更がない限り、快速は3000番台、普通は100番台と200番台での運用になると予想しています。次は、737系です。ゆうてつの予想では、旭川から岩見沢間の普通は737系となり、721系の置き換えになるでしょう。次は、H100 系です。ゆうてつの予想では、1日1本の、札幌発旭川行きの普通列車も、H100 系に置き換わり、宗谷本線、石北本線、釧網線、石勝線、根室本線の普通と快速を、H100 系にして、所要時間の短縮によるダイヤ見直しがあると予想。さて、H100 系の置き換えられる車両は、キハ40系は、臨時などのツアー用や、今後の第3セクターへの車両、キハ150系とキハ54系は、函館方面のキハ40系の置き換え用になると、予想しています。最後に路線ですが、留萌本線は全線廃線になり、バスでの運行となるが、バスでも乗車人数や運転手不足など課題があり、ゆうてつが予想する運行方法は、沼田インターから留萌インターまで自動車専用道路を使用し、予約制にすることです。予約制にすることで、乗車する人数や場所がわかり、予約によって最短ルートを AI が案内することで、所要時間の短縮が可能になると予想しました。また、函館本線の小樽長万部では、余市から長万部間の廃止も、バスの予約制の導入によって、鉄路は廃止になってしまうが、現在の倶知安駅を解体し、
新幹線の駅を建てるためにはその方法にするしかないと融鉄も思います。そして余市から小樽間では観光や通勤、通学といった需要があり、北海道新幹線の札幌延伸開業によって経営分離されることから、現在 H100系で運転しているが、再びキハ40型に置き換えか、通勤向けのキハ201系を使うのか、全線廃線にしてバス転換になるのか、決まった話は知りませんが、融鉄の予想では、予約制のバスになると予想しています。少し話がずれましたが、5年後の JR 北海道は、どのような列車が走っているのか、廃止駅が増えてしまうのかなど、楽しみもあり、別れもあると思います。この動画を見て、私はこんなことを予想している、などがありましたら、ぜひ、コメントにお願いします。それでは、最後までご視聴していただき、ありがとうございました。